このセミナーの議員セミナーということでですね、出席の議員の皆様をご紹介させていただきます。まず、衆議院議員の民主党の松崎清明さんから見えております。君明様です。失礼いたしました。みんなの党の、山口浩一さんが見えております。民主党の衆議院議員の杉本和美様が見えております。民主党の衆議院議員の橋本弁様が見えております。民主党の衆議院議員の、玉木雄一郎さんが見えております。今の福田さんの、ご講演にいろいろとご質問あると思いますが、まず河野太郎さんの、ご講演の後に質疑の時間を設けたいと思います。河野太郎さんには原発賠償と東電責任、公的支援の正当性を確保するためにはということでお話をいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。おはようございます。ご紹介いただきました河野太郎でございます。何でもやっとも私がここにいて与党の玉木さんと一緒にようわかるのですが、この法案に関して言うと、実はひょっとすると与党野党あんまり関係なくこう 横節で賛否が分かれてるんじゃないかなと思ったりもしております。で今津さんからご説明をいただいたこの法案、このスキームなんですけども、この法案のどこがいいのか悪いのか、そういう議論をしてもあんまり意味がないんではないかと私は個人的に思っておりまして、というのはこれは全くダメだろうと、いちいちこれがいいか悪いか議論するのは正直言って時間の無駄っていう方が、早いんだと思います。福田さんのプレゼンにもありましたように、このスキームでいくと、電力の使用者それから納税者が最終的には負担をすることになります。で今度の事故の規模を考えるとですね、賠償金というのはおそらくこれはもう東電では全く最後は支払えなくなるだろうと、何らかの形で、電力の使用者にお願いをするのか、納税者にお願いをするのか、広く言えば国民負担ということに、これはやっぱりならざるを得ないなというのが正直な金額ではないかと思います。もう一つあるのは、この東京電力は賠償金のほかに、福島第一、あるいは福島第二を含めた廃炉の費用も背負わなければなりません。廃炉の費用をある方に言うと1基当たり2500億とこう言われました。そうするとあの4つですでに1兆円になるわけで、おそらく第2だってどうにもならんでしょうし、他のもどうにもならないということを考えると、1兆円を超える金額、廃炉にする前の封じ込めやら何やらのことも考えると、これはもう相当な金額になるだろうというふうに思います。そうするとこれはもう東京電力が明らかに債務超過になりますから、それはもう破綻処理をするのが一番筋としては、当然だというふうに思います。だからもう一つは納税者、あるいは電力の消費者に本当に申し訳ないけど東電が不始末をやったんで、皆様にもご負担をくださいとこう申し上げるときにですね、少なくともその東京電力の関係者、要するに役員、株主、債権者は責任を取りませんけども、皆さん責任取ってくださいっていう、そんなバカな責任の取り方が果たしてあるかと言ったら、それはないんだと思います。ですから、まず東京電力の経営者は申し訳ないけど、総退陣ですねと。その給料半分にして3600万みたいな話がありましたけども、いやいやその半分にするのしないのという前にまずその人たちはやめてくださいとこう言って、少なくとも経営者は総取替えをする、それから株主は申し訳ありませんがこれはもう 100% 減資をしてくださいと、これは言わなきゃいかんと思います。株主に減資をさせないで残しておけば
納税者や消費者が賠償金をせっせと払って、いつの日か東京電力がまた元に戻ったら株主は配当金をもらうわけですから、それはそんなバカなスキームはないだろうと。納税者にお願いをする以上、株主は 100% 原資にして、持ち株は全部チャラにしてくださいというのが、これはやっぱり正しい姿なんだと思います。私も、2003年だったか、六ヶ所村の再処理工場を動かすかどうかという議論があった時にですね、東京電力の株を買って株主総会へ乗り込んで、ちょっと言いたいことを言おうと思って、買いました。100株持ってますが、行ってみたら延々と株主総会続いたんで時間がなくて帰ってきちゃいましたけども、この間週刊フライデーというのが株を持っている国会議員にインタビューというのがあって、その時に 株主が 100% 減資しろって言うんだから、この主張は迫力あるだろうと言ったら、記者さんに、でも河野さん100株だけでしょって言われてもっと持って迫力あるけどって、そうかなと思いますが、まずその株主にはちゃんと株主の責任を取ってくださいということは、これはやらないといかん。でその分残ってるとですね、結局株主が減資をしなければ、その分国民負担が増えるわけですから、株主に減資をするということはその分国民負担が減るということになりますので、これは大きなポイントで、それをやらないというだけでこの法案はダメだと思います。それからその次がですね、債権者、特に金融機関です。ここは大きく言うと、東京電力の社債5兆円、融資4兆円、合わせて9兆円という金額なんだと思います。で、当然納税者や消費者にご負担をいただくわけですから、それは今まで金を貸してた人は、要するに金を貸すというのはリスクがあって、だから金利を取って金を貸すわけですから、それはそこはチャラですよということにならなければ、本来一義的にはおかしなはずなんですね。で、その9兆円をチャラにすれば、その分賠償金の支払いに充てられますよね、ということが、私は一番どうしろと言われればそうなのかなという気がしております。ですから、株主、債権者、それからその前に東電の役員が責任を取るというのは、これは大前提ですが、この債権者のところの難しいところがですね、その電力会社が発行する債権、社債、俗に電力債と言われているものですけれども、これは電気事業法という、その電力会社を規定する法律の中で一般担保付き債権ですというふうに言われております。この一般担保というのは何かというと、普通その銀行から皆さん金借りるときには、いや、なんか担保を出してくださいというと、じゃあ自宅を、提供しますと、自宅を担保に入れて1億円を借りるというときは、返せなければ、この1億円の方はこの土地ですよというのが指定をされているのが普通の担保です。で、一般担保というのは何かというと、万が一東電が倒産したときに、東電の中に残っている資産の中から、労働債権とか税金とか先取りに取られちゃうものを取った後、残った資産の中からこの電力債というのは優先的に弁済を受けるということになっています。普通の担保と違って、この土地が電力債の担保ですとかっていうふうに指定をされているわけではなくて、残った資産の中から優先的に電力債をまず返しますということになっています。ですから、この電力債5兆円というのが法的破綻処理をすると優先的に弁済をされることになります。で、残ったものの中で金融機関の借金とか、今回の損害賠償とか、そういうものを返す、全部でこれだけの金額になりました、でも半分しか資産がありませんというと、揃って 50% カットになります。金融債権は銀行が 50% なくということになりますけれども、損害賠償の方は 50% しか返せませんということになったら、残り 50% は国が責任を持ちます、つまり国民負担になりますということに、これはやっぱりせざるを得ないんだと思います。で、そこでいくつか議論があるのは、この電力債が優先弁済で損害賠償よりも先に弁済をされることを良しとするかどうかということです。
これは法律を作れば、賠償金が上に行きますということができますし、今自民党でやろうとしているのは、とにかく東電に賠償金を払わせようとすると、なかなか東電が払わないから、国が半額まではどんどん仮払いで代行して払ってあげますと。で、国が払った分は東京電力に後で返してくださいと言って、東京電力に取り立てに行く。で、その時に国の損害賠償分の取り立てを電力債の上にするか下にするか、普通に行けば下になりますけども、特別な立法をすれば上に行くということができます。自民党の中で議論をしている時に若干答弁者が間違えて、電力債よりも上ですっていう答弁があったものですから、私がブログに上ですと書いたら、若干大騒ぎになりました。いろんなところから本当ですかという問い合わせがありました。で、これは条文をよく見たらそういう条文が入ってないんですね。で、衆議院法制局に確認をしたら、いや多分答弁者の勘違いだと思いますというんで、これは大変というんで、またブログを訂正したりいろいろいたしましたが、その私が最初の頃は当然上位だという主張をしてたんですけども、それからあと何が起きたかというと、枝野官房長官が、要するにこのスキームなんだけど銀行はとりあえず債権放棄をしてみろとかですね、あるいは菅さんが浜岡原発、国は責任取らないけど止めてねみたいなことを、言って、浜岡止めた2500億、国は責任取らないよっていう話に今なってます。と、海外から見て日本は法律でいろんなことが規定してあるけども、その法律とは関係なく政府がお願いをすると、その法律よりお願いの方が強いのかと。このスキームでは債権放棄なんか入ってないけど、官房長官がお願いをしたら、メガバンク以下みんなそのお願いを聞かなきゃいけないのか、浜岡原発を止めてくださいねってこう総理が法律の根拠もなくお願いをされたのに中部電力は、止めましたと。で、その負担は中部電力が自分で背負ってくださいという話になってるけど、そんなことが本当にあり得るのかというんで、海外から少し日本の法的安定性に問題があるんじゃないのという話になってますと、電力は一般担保ですよと言って、で、これはもう電力会社だけでなくて NTT とかですね、JT とかですね、半官半民のところ、それから在党機関債みたいなものは全部この一般担保付き社債なんですね。そうするとそういうところはまあ半官半民だし一般担保ついてるから、まあ間違いないねと思ってみんな買ってたのに、いざこういうことになるとその一般担保が上書きされちゃうっていうと、ちょっと日本のものは怖くて買えないんじゃないのという話が海外にこう連鎖する可能性がある。そうするとこれは相当、その要するに日本っていざ投資をしてもそれがこう回収できるという保証がないみたいな話になっちゃうと、これは極めてまずいなというんで、今私はどちらかというとこの電力債の一般担保が優先するのはある面しょうがない。で、その次に金融債権以下横並びで賠償金を入れて、カットされちゃう部分は国が出てって賠償金は国がやります。で、その分は申し訳ないけど電力消費者あるいは納税者にご負担を最終的には、いただきますということに、やっぱりせざるを得ないのかなということになるならば、当然東京電力の役員株主それから一般の債権者というのは、責任を取らなきゃいかんということで、普通に法的破綻処理をやっぱりすべきだろうというふうに私は思っております。で、いくつか問題があるのが、その今実は東京電力銀行にですね、借金をせっせと返してます。というのはその社債だけじゃなくて短期的にお金を借りてる融資というのが結構あって、で、その満期が来たものを今東京電力がせっせせっせと返してます。で、これそのままにしておくとですね、賠償金と金融機関の一般融資は同列ですよと言いながら、賠償金を払わずに電力会社の借金だけどん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 返しちゃうとですね、いざ倒産という時にあらかた金融機関には借金が返し終わりました、賠償金だけ残ってます、資産これしかないんで賠償金これだけしか払えませんということになりますんで、今まで3月11日以降返したものはこれ破産法の一般原則によってももうダメよという時に一方的に弁済をしたやつは元に戻せるというルールになってますから、
それは3月11日以降のやつはやっぱり1回戻してもらうんだと思います。それから、どこかで国がもうここからは資産を保全しなさいと言って、とにかく借金返しちゃダメよということをきちっと言うんだろうと。借金返しちゃダメよというと買いかけとか何もできなくなりますから、そこは国がちゃんと資金繰りは保証をしてあげます、と言って国が資金繰りさえ、保証をしてあげればその燃料を買って発電所を動かして電力を供給するということは続けられますので少なくとも電力の供給というのはきちんと果たすことができるはずです。で、JAL の時はですね、要するに JAL は早く処理をしないと要するに JAL はもうダメですダメですって言うとなんか政府もろくにやらないんじゃないのと危ないんじゃないのなら同じところへ飛んでるんだったら JAL やめて ANA にしようっていうんでみんな JAL に乗らなくなって ANA に乗るようになっちゃうわけですけども今度の東電と JAL の一番の違いは何かというと東電はお客さんが逃げられないんですね。要するに破綻するかもしれないと言ってる企業が商品の値段を引き上げるかもしれない要するに潰れそうになった JAL が借金返さなきゃいけないんで切符代上げさせていただきたいなって言ったら勝手に上げてろって言ってみんな ANA に乗るわけですよ。だけど東京電力は、いろいろ問題があるんで電力料金を上げさせてもらいたいって偉そうにふんぞり返って言う。だけど東電管内の人はじゃあ俺は東北電力行くとか俺は関電から買うとは言えないわけですから、その実は東京電力の破綻処理っていうのはそう焦らなくてもいいんですね。一体その賠償金がどれぐらいなの、廃炉費用どれぐらいかかるのっていうのがちゃんと目処が立った時にこれだけお金が必要ですよね、で資産がちゃんと保全されていればその時に法的処理をやればいいわけで、何も焦って、税の負担でやってくださいとか消費者に負担をしてくださいという必要性は実は全然ない。ちゃんと資金繰りだけ破綻しないようにすればその資金繰りだって、電気代入ってくるわけです。家賃を払わない人だって電気止められちゃ困るわけだから電気代だけは払ってる、だからかなりその電気代っていうのはその優先的に入ってくるわけですから東京電力には相当日銭が入ってきます。だからそういう意味を考えてもそのきちんと抑えるところだけ抑えておいて資産の保全だけできていれば全部こう債務があらかた確定したときに処理をしますよということにしてもそれは大丈夫なわけで、いつのタイミングでこの処理をしたらいいかというのはそれはいろんな企業再生の方の話、賠償の方の話、いろんな話を勘案して一番いいタイミングで、やったらいいというふうに思っています。大事なのは資産の保全をして電力の供給だけが、きちっと続くこと、それから経営者、株主、債権者、責任を取らなきゃいけない人間がきちっとその責任を取るということが一番大事なことなんだというふうに思っています。で、最終的には破綻処理をして国が国有化をして、今そのノンコアの資産を売却しますとか言ってますけども、それも東京電力を分割してそれこそ発電と送電の分離をちゃんとやってですね、発電所会社と送電会社に東京電力ホールディングスみたいなものを作って発電会社と送電会社を分けて会社が分かれていても送電には何の問題もありませんよねっていうのを世の中にちゃんと見せて、それじゃあ発電を細かく分割していく、あるいは営業権を細かい地域ごとに分けて分割をしていく、それとそのまま売却をして入ってきたものをその国民負担していただいた分の穴埋めに使わせていただきますというのが私は一番いいんではないかというふうに思っております。この間日本のある金融機関からこの問題について説明を受けたんですけど、驚いたのはまず国がその1200億までの責任を取らなきゃいけませんと、その次は東京電力です、その次は株主です、その次は電力消費者です、最後が納税者ですっていうプレゼンになってて、なんとなく違和感があって、じーっと見て、おいおいちょっと待ってよ、債権者入ってないじゃない、だから債権は社債と融資、これは全額保護されなければいけません、
いやそれは随分都合がいい話だね。なんでと言ったら、金融恐慌になります。社債が飛んだら大変です。融資が飛んだら大変です。こう言うんですが、多分そういうことにはならないと思います。地銀の中でも株を持っているとかですね、いろんなことを言う人がいるんですけど、もうすでに、株、いくらですか、200円ぐらいですかね、もう大体10分の1ぐらいになっているわけで、もうダメだと言うなら金融機関もダメになっているはずで、200円のものがゼロになったからといって潰れるような金融機関はないと思います。それから社債市場に影響が出ますとこう言うんですが、某証券会社が、いやこれ河野さんの言うように一般担保を外すと多分社債市場ショックが走りますと、多分関連で200ベーシスポイント、だから金利が 2% ぐらい上がることになるんじゃないですか。これは相当でかい話だけど、その社債市場が崩壊するとかっていうことにはならないと思いますよと言われました。おそらく今5兆円と言いますけども、最大持っている金融機関でも5000億円ぐらいだと思いますので、5000億が飛べば痛いと思いますけども、だからといって金融機関が潰れるかといえば潰れることはないだろうと思います。で、その融資が飛んだり社債が飛んだりして金融機関に大きな影響が出るというならば、答えは簡単で、分かりましたと、それは金融機関に資本注入してあげますと、要するに社債を買いました、融資をやっちゃいました、経営の判断ミスですよねと、だから経営者はやめてくださいと、金融機関に公的資金を注入しますと、それで問題ないですねと言った瞬間に、金融機関は、いえ、金融は大丈夫です、話が180度変わるっていう、そういう状況になってますから、その今、東電を法的破綻したら停電になる、停電にはなりません、会社が破綻するのと電力供給の実務とはこれは別な話です。それから東電破綻したら金融恐慌になるとはなりません、資本注入といった瞬間に大丈夫です、向こうから言ってきてくれますから、大丈夫だと思います。ですからここのところはちゃんと落ち着いて、何がその法的なルールなのか、それに基づいてちゃんと処理をすればいいですよねということだと思いますし、今度のこのスキームは東京電力を債務超過にしないということを謳ってるんです、政府は。すると債務超過にしない会社が上場されている意味っていうのはほとんどないわけで、債務超過にしないというのはそれは国有化すればいい話なわけで、その賠償金も払わなきゃいけません、廃炉もやらなきゃいけません、これから先大変ですという企業を上場しておく意味が果たしてあるのかというと、それはおそらくどうやっても債務超過になるような会社を上場をしておく意味ということはありませんので、このスキームをどうこうということは多分忘れていただいて、今日は民主党の方にも来ていただいておりますし、民主党の中で一番騒いでいる玉木さんが今日来ていただいてますから、私が話すようなことは玉木さんに話してもらった方が良かったのかもしれませんが、少し民主党の中でこの政府案はダメだと言ってですね、要するに普通の処理をどういうタイミングで、あるいはどういうプリパッケージ型で処理をしたらいいのかというのを専門家に議論をしていただいて、こういう形で処理をしていこうよということにすればいいんだと思います。残念ながら国民負担なしでいけるかというと、私はちょっとそこのところは非常に、どっちにしろこれだけ多額の賠償金、それから廃炉費用ということを考えると、全く国民負担なしですというわけにもこれはなかなかいかないというふうに思ってますし、だからといってその東京電力と関係ない地域が原子炉を持ってるからお前も負担しろ、引いてはそこの電力会社から電気買ってる方にお前も負担しろというのは、少し、おかしいだろうな。だからそれは電力料金で払ってもらうのか税金で払ってもらうのか、そこはいろんな議論の余地があると思います。消費税でやるという議論もありますが、被災地で家を買いますというといろんなところで消費税かかってくるわけで、その時に消費税を上げてあると被災地の負担が大きくなるということを考えると、むしろ所得税でやった方がいいんじゃないか、そういう議論もあります。議論しなきゃいけないポイントっていうのはたくさんあると思いますけども、それは少なくともこのスキームの中で議論をする話ではなくて、普通の破綻処理の議論の中でどういうやり
り方がいいのかということをきちっと議論した方がいいんではないかというふうに思っております。以上です。